はい、3月10日木曜日、マイコスノーリゾートです。奥添寺エリアですね、久しぶりに来てみまして、初めてのアングル場所で撮影をしています。で、天気は晴れ で気温もぐんぐん上がってですね、かなりシャバシャバですね。表面かなり緩んでますけど、さすがというか、この山頂付近は少しこう、まあ午後にもかかわらずですね、下地が残ってるのかなっていう感じがします。板をずらして、楽しむのもいいですしね、板を立たせてカービングっていうのも、楽しく滑れています。で、結構迂回路なんかもですね、まあ、地形遊びですかね、壁なんかを使って遊べてますので、まあ、それも結構楽しめるなって思いました。で、今年はですね、かなり雪の量が多いので壁遊びすごいできてます。で、例年の今ぐらいであればですね、どんどんこう、まあ、地面が出てくるというか、土がこう出てきてしまって、壁遊びというか地形遊びがこうしにくくなってるんですけども、今回久しぶりに来ましたけどもね、3月に入りましたけど、まだまだ壁遊び地形遊びっていうのができています。で、今日平日ですのでね、そこまで混雑はしていません。ですけれども、コースの合流地点ですとか、あとはまあコースの狭いところ、まあ、どうしても、まあ、密集してしまいますので、まあ、そこはちょっと注意しながら滑る必要があるのかなというふうに思います。はい、ということで、久しぶりに、奥添寺エリア来てみましたので、ここから撮影をしてみました。ということで、今日のマイコの様子でした。以上。